前回作ったこの牛の愛情確認マシンが、こんな感じに脱走し放題だったので、ガラスを不透明ブロックに変えておきました。一人だけ脱走という不正を行うせいで、そこにいるコミュニティみんなが被害に遭う。これが社会の縮図ですね。こんなカスみたいな施設で社会の仕組みを感じるな。そしてその一番の被害者はいつも子供。これが日本です。これもしかして社会性を訴える動画？今回いつもより導入が過激だな。前回ここを開けたまま行ってしまったので、もうあそこのボタンにたどり着けません。防衛システムポンコツじゃん。と思ってたんですけど、実はマジックハンドで届くんですよね。なんて絶妙な距離なんだ。ハッピーターンみたいだ。これで危険ゾーンに入らずともボタンを押せますね。ほんといらないよなこの仕組み。エンチャント設備を兼ねてても良さそう。これ前回の図書室作成動画にいただいたコメントなんですが、確かにこの世にはエンチャントとかいう仕組みがありましたね。忘れてたの？せっかくなので今回は倉庫作成から脱線しまして、あそこにエンチャント施設を作ろうと思います。ああ、また倉庫完成が遠くなっていく。ただ、そこにポイットエンチャント施設を作るのは面白くないですし、この動画の目標に反します。なので今回も前作と同じ、ちょっとしたギミックでエンチャント台を隠してみようと思います。エンチャントも隠すのか、倉庫も隠して、エンチャント台も隠して、天魔大戦にでも備えてます。私もしかしたらドワーフかもしれない。ただ今回は今まで一度も使ってないブロックが登場するのでお楽しみに。1年もクリエイトで動画作ってるのにまだ出てないブロックがあるってマジ？ちなみにこの図書室ならそんなギミック仕込まなくてもそこら辺に設置すれば最大エンチャントできたりします。つまり今回も実用性ゼロロマンだけということですね。わかります。それでは今回初登場のブロックを作りましょう。はいこちら、ステッカーです。初登場で初々しいですね。どこが？このステッカーの能力は、動かすタイプの機械に使えます。例えばこのステッカーの粘着部分にブロックを設置して、レッドストーン信号を与えると、ブロックとくっついてくれます。この状態で回転させると、ついたブロックも一緒に動いてくれます。そしてもう一度レッドストーン信号を送ると粘着部分が引っ込んで、ブロックは粘着されず、回転しません。これがこのステッカーの能力です。レッドストーン信号で接着のありなしを設定できるんだな。これは絶対にレッドストーン信号を組まなくてはいけないのでちょっと難しいところがありますが、今回はこのステッカー入門のような仕組みを作るので、よかったら真似してみてくださいね。とステッカー初めて使う私からのアドバイスです。説得力が気圧より低い。それは時期によるだろ。それじゃ、場所確保のためにまずはこの図書室の地下を掘ります。掘りました。なんていびつな形の部屋なんだ。説明する気があるのか。それではまずはエンチャント台じゃない方の内装から。じゃない方とは？これは前作のエンチャ台と同じですが、隠すためのフェイクの内装が必要です。それを作ります。その内装はすべてグルーで接着しておきましょう。シャーシでつけてもいいですね。さらにそのフェイクの内装の地面の下に1ブロックだけ設置しておきまして、それも接着しておきます。これでフェイクの内装は作成完了です。そしたらその側面にガントリー隠しをセットしていきます。ブロックを動かすにはガントリーシャフトが一番、論文にもそう書いてある。そんな論文あったら見てみたいわ。このガントリーシリーズでフェイクの内装を上げ下げできるようにします。ガントリーキャリッジとさっき地面の下に設置した1ブロックをつなげるようにセットしましょう。あとキャリッジをグルーでつけないようにしましょうね。そしたらその反対側に回って、中央に、ステッカー、適当なブロック、ステッカーという順にセットします。粘着部分が外向きになるように調整。そしたらステッカーに挟まれたブロックの下にメカニカルベアリングをセットします。これもフェイク内装と繋げたら動きませんのでご注意を。もうすぐクリスマスだから間違えてもサンタが直してくれるぞ。してくれません。あ、ちなみに今回作るギミックの主な仕組みはこれで以上です。2個だけかよ。今回はステッカー初心者が作る入門ギミック。複雑な仕組みは作れないですからね。いつかは作りますけど、これでフェイク内装を地下に待機させることができるようになりました。ステッカーにレッドストーン信号を送って粘着をオフにすると、完全に地下に待機させられます。地下に動力作りました。安定と信頼の風車。水車と違ってうるさくなくて拡張も簡単です。風車をワコンとか言った実況者がいるらしい。誰のことだろうね。そしてシーケンスギアシフトも導入します。これでレッドストーン信号を1回送ると半回転するように設定しました。なんか灯台みたい。どっちかといえばイカ予選でしょ。この状態でステッカーにレッドストーン信号を送って粘着機能をオンにすると、ワンボタンで切り替えることができるようになります。クリエイトあるある、可動部分が地面に潜りがち。フェイク内装を地面に待機させた状態で、次はここに本体のエンチャント台を作ります。ここまでズームすると GTA の起動画面みたい。これもグルーで全て接着しておきます。
はい、フェイクの内装とエンチャント台内装の切り替えができるようになりました。本当にこれだけなんだな、ギミック。あとはエンチャ台内装を準備場所に移動させた状態で、スティッカーにレッドストーン信号を送って粘着をカット、ガントリーシャフトの回転を反転すれば、はい、エンチャント台をセットできました。おお、なんかオシャレな形。確かこれでもエンチャント台を最大で使用できたはずです。あとはこれを自動化するだけですね。うわ、めんどくさそう。と言っても今回はできるだけレッドストーンリンクのチャンネル使用数を減らしまして、なんとこの3チャンネルだけ。まずはガントリーキャリッジを動かすチャンネル、次にスティッカーの粘着のオンオフ制御チャンネル、最後に回転チャンネル。この3つだけです。これはギミックの中では少ない方なのか。このチャンネルで複雑なレッドストーン制御をしてる施設が作られたことないからわからん。そりゃまあ避けてきましたから、大声で言うようなことではないと思いますけどね。あとはチャンネルを順番通りに動かすだけで、この順番でレッドストーンを送れば稼働することになります。とても規則正しい。一応コントローラーで手動操作して問題ないかテストしておきます。ここでミスしたら終わりだからな、精神的に。このチャンネル心折れる回数多くないですか。全員は黙ってろ。問題なさそうですね。それじゃあ自動化しますか。自動化と豪語しましたが、その仕組みはチンケなものです。チンケ起こしてチンゲン祭まであります。なぜならこのパルスリピータで時間による制御をするだけですからね。時間制御に甘えたな。ちなみにこのパルスリピーターは、レッドストーン信号を受けた設定時間後にレッドストーン信号を出す回路作成のお供です。 1S は1秒だな。レッドストーンリンクをさっきの順番通りに設置しまして、パルスリピーターをセット、それぞれ時間をずらしてレッドストーン信号が出るように調整します。まあこれくらいですかね。これでボタンをポチッとな。あれ？先にスティッカー動いてますけど。ここの時間設定間違えてました。改めましてポチッとな。うん、いい感じですね。あとは時間の調整をしまして、図書室で動きを見てみる。はい、これで完成です。2種類のギミックで、こんな仕組みが作れるのか。これがクリエイトの面白いところです。わかりやすいように地上で作ってみた。こっちの方が動きとしてわかりやすい。結構シンプルなギミックだと思います。ちなみに最初はこんなギミックを作ってました。ちょっとレッドストーン回路多すぎじゃないですかね。最初は回転して入れ替えをするという考えが浮かばず、エンチャ台とフェイク床をスライドさせて切り替えていました。こっちも、どちらも使用しています。チャンネルの使用数多すぎ。でもまあこの仕組みもいつか役に立つかもしれません。来るかな？ということで、今回はここまで。なんかさっきの複雑回路からすごい進化したな。ちなみに回転式の方が拡張性があります。コンパクトになって拡張性も高いとか、回転式がすごいのか、スライド式がポンコツなのか。あ、もちろん通路奥のボタン壁も対応させておきました。ここ使わないだろ。今できる最大のエンチャントもしておきました。高すぎて経験値が全然溜まってないじゃん。皆さんも試してみてくださいね。おすすめです。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。